里崎チャンネル。ちょ、さあ金曜日です。火水木プロ野球全試合総チェックのお時間です。皆さん、これはね、ダイエットと一緒です。最初盛り上がって中落ちる、そしてまた最後も盛り上がる。皆さん、シーズンもうどの球団もね、半分ぐらいなってきましてですね、皆さんちょっと興味が薄れてるんじゃないでしょうかね。調子がいいチーム、調子が悪いチーム、応援してる選手が頑張ってる選手、頑張ってない選手、1位6位まだまだ優勝ある、もう優勝きつい、クライマックスは出れそう、クライマックスもどうなんだ、やってることが気に入らない、監督の采配が何やってんだ、選手頑張れ、いろんな意見あるでしょう。皆さん、興味が薄れてますよ。佐々木毎日頑張ってます。皆さんもグッドボタン、そして視聴よろしくお願いします。皆さんの視聴が佐々木のモチベーションです。お願いします。今日もテンション高く熱く、どこよりも詳しく楽しいプロ野球総チェックスタート。まずはですね、 DeNA 対中日2連戦29日3対2 6回雨天コールド DeNA、 6月30日9対4 DeNA、 4月1日試合ありません。ドラゴンズファンの皆さん、まだまだです。こっからテンション上げていきましょう。 DeNA ファンの皆さん、ほら最近好調、 A クラスも狙えぐらいに来ましたかね。どちらのチームもテンション上げていきましょう。さあ、ということで振り返っていきましょう。29日3対2で、DeNA ね、中日王の自身登板中中断4回、もう不運としか言いようがない。まあその中でね、リズム作るのも難しい、体も冷える、そして雨にも打たれる、しかし負けられないっていうところでね、まあ難しい状況の中、ピッチングになりましたけども、 DeNA 桑原対王の打席11打数8安打、この日も3打数3安打1打点と、もうカモ状態、そのバッターが1番からのんきにフルスイングで思い切り打ってくるね。4回裏桑原ライトへのツーベースで、柴田ライトへのツーベースで失点食らって、5回裏楠本センター前で、ここで雨で中断ね。山本バント、山本三振取っていけるかっていうところで代打牧ね、ツーシームボール気味のところをね、思いっきり踏み込んでヘッドだけでコーン返して宇宙間抜けるタイムリースリーベース、ガッツポーズしてたサードでね、オーナーもこうなだれる。でその後桑原天敵やってきた、初球のインコーストレート思いっきり引っ張り込まれて、レフトでタイムリーで3失点で逆転。その後6回大雨コールドです。もうついてないね。でもその中やらなきゃいけないことありましたね。中日ね、ただ単に負けたわけじゃないね。初回いい形で大島レフト前、三俣バントで送って高橋ファーストゴロアウトで、ビシエドがねライトへタイムリーで、どの上続いて福田もタイムリーとね、この雨の中先制点取ることが大事っていう中でね、先制2対0いい形でいったのよ。しかも3回表もね、三俣レフトツーベース、ここで問題です。高橋周平ワンボールからショートフライ、いやもう雨もどんどん降ってきてる、中止になるかもしれない、とにかく1点でも多く、もう5回で終わる覚悟で考えると、いくらクリーンナップでも引っ張っていかなきゃ、最低でも思い切ってショートフライ、ランダー進めず、ビシエドセンターフライ、どの上ライトフライ0点、コッキーポイント、これが万が一ね、もう1点取ったら、あのままの勢いでね、ひょっとしたら3対0雨天コールドでね、ドラゴンズが勝ってたかもわかんない。このね、3回の表の高橋周平のショートフライ、ここがね、結果的にキーポイントになったんじゃないですかね。で6月30日ね、9対4で DeNA ね、序盤の勝負で勝負決まるね。もう DeNA は初回4点2回3点と7点ですね。初回桑原センター前、昨日からの好調引き続きで、柴田バンドキャッチャーフライバーッと、こういったところで流れそぐと思いきや、佐野がね、ライト前ヒットで、ここでワイルドピッチ、キャッチャー桂ね、ブロッキングせず手だけでいって、パスボワイルドピッチバーッと体でいかなきゃで、ランナー三塁に行って、ワンアウト二三塁で、オースティンがレフト前タイムリー。で、宮崎犠牲フライ。で、ツーアウト一塁から外のレフトへのホームランで計4点。ね。あのワイルドピッチがなかったら、ひょっとしたら、1点で済んだかもしれない。ね。宮崎の犠牲フライなかったかもしれない。ね。そ
その中で4失点。で、2回裏ヤマト、レフトでツーベース。で、今永、スリーバンド失敗、バーッ、バンドもしなきゃ大味でね、勝ったからいいけども、ね。で、桑原翔ところ。で、ツーアウト三塁になって柴田がセンターオーバーツーベースね。で、佐野も続いてセンターツーベース。で、オースでも続いてレフトへのツーベース。ツーベース三連打で3点、計7点。もうほぼ試合決まる。せっかくね、2回の表、ドラゴンズがね、1点取ってよし、行くぞとビシエドのホームランでね、行くぞってなったかとかで、中でもこのね、取られて。で、中日ね、2人。2回43球、8安打1三振。無四球、7失点。制球甘く、どんどん真ん中に入る。で、そこを積極的に打ちに来た DNA 打線。仕留め切られる。うん、2勝。DNA 勝ちです。今日試合ないんでね、流れ変えて、で土曜日からのバンテリンドームね、ドームなんでね、雨の心配関係ない。ヤクルトどうやって戦うか、ドラゴンズね、 DNA は巨人で神宮から、ちょっと天気が心配ですね、どうなんだかね。皆さん頑張っていこうということでね、 DNA 対中日2勝で DNA 勝ち越しでした。さあ続いてオリックス対ロッテ、29日5対5で引き分け、そして30日5対0でオリックス、オリックスの1勝1分けで勝ち越しね。で、7月1日、試合ありません。はい。ということで、29日振り返りましょう。5対5でね、引き分けというところで、オリックスはね、山岡の、肘痛のために登録抹消。そこでね、坂木原が今季初登板ということで、どうなっていくのか。もう髪の毛ビューン、ドラゴンボールかっていうぐらいビューン来ててね、投げましたけども、コントロール悪すぎです。ね。ストレートもね、とんでもないワンパンもありっていうところでね、これはちょっとなかなか厳しかったですね。もう2回3分の1、77球、4打2三振、5四球ね、4失点と。ちょっとね、ここで気合見せてほしかった。ね。ベンチもね、でもよく踏ん張ったね。俺は2回で変えてもよかったかなと思いましたけども、もう3回、3イニング目まで行くっていうね、ベンチもよく踏ん張ったけども、まあ、あれは厳しいね。あと、坂木原。ね。ベンチもう常にこうやってチラチラ見すぎ。勝負してるの相手だから。ああいうのね、あんまりちょっと良くないよ。ベンチで野球しても仕方ないからね。ベンチと勝負するんじゃなくて、次で勝負していって、どんどん前に前に行かないといけないところでね、ベンチちょっとチラチラ見すぎ。ちょっとメンタル揺さぶられてるよ。ね。そういったところはちょっと今後も含めてね、修正、調整、鍛錬していきたいなっていうところでしたね。で、守備でもね、ロッテ、2回表、2アウト2塁から高部のね、セカンド内野安打。これセカンドね、この気になるのが、まあ、いろんなシフト通るのいいけど、誰でも結構後ろ目守ってんだよね。で、そこで、まあ、後ろ守ってたから追いついたっていうのもあるけども、楽勝でね、内野安打。これどうなんかなって思うよね。で、盗塁。ここ、坂木原もね、盗塁結構されるんだけども、2回かなされるんだけども、もう盗まれてんだよね。まあ、投げることで精一杯でね、仕方ないのかも、知れないけども、そういったところもね、しっかりやっていきたい。で、盗塁して、ツーアウト。ツーアウト2塁で高部がね、内野安打から。で、盗塁して、1、3塁からね。で、ツーアウト、2、3塁。荻野。レフトにタイムリーヒット。で、またここで盗塁ね。坂木原のクイック盗まれて。若月はね、素晴らしいスローイングしてる中で、ちょっと盗塁。これはもうちょっとやってきたよね。で、3回表、マーティンフォアボール。で、レアードフォアボール。で、安田、レフトフライ。ここでよ、吉田正尚、ゆっくり取って、で、若干配送気味でゆっくり取って、セカンドに投げようとするんだよね。で、そこで、セカンドランナー、マーティンがね、その隙を見て、タッチアップしてて、慌てて、投げるのやめて3塁っていうね、もう油断しすぎ。ね。ああいう細かいところやっていかないと、優勝に向けてはね、こう足元救われるっていうところでね、ここはね、バーッと。仮にね、オリンピックだったら、そのレフトっていうポジションでね、その一つのミスが命取りになるんでね、そういったところも好きなく、常に何かあるかもしれない、常に狙ってるかもしれないっていう姿勢でね、守備もやってほしいなと、思いました。で、その後ね、藤岡フォアボール。で、ピッチャー交代山田。で、田村がね、ワンアウト満塁からライト行きしてフライ、きっちり1点。もうここでね、で、4回に、中村翔吾のレフトタイムリーツーベース。で、この4回で 5-0 になった時点で、これ見ててね、プロ野球ニュースだったんで、もうこれ決まったんだと。下手したらもう8対1ぐらいになるな。っていうところで、なんと、4回裏、杉本がホームラン、打った瞬間。まあまあまあ、見てる感じよ。まあまあ、1点は、まあまあまあ、まあまあ、1点はね、みたいな感じだった。そこで、6回裏、今度またね、吉田正尚フォアボール、ツーアウトからね。で、杉本のセンターバックスクリーンホームラン、打った瞬間、センターフライかなって正直思ったけども、あの泳いだ感じで、センターバックスクリーン、中段行くからね。杉本、グッズ。素晴らしいバッティングで、パワー。ね。えげつないね。で、5対3になって、あれ?ちょっと雲行き怪しいな。これもう、一山なんか来るんちゃうか、と思ったところで、7回表、ロッテの攻撃ね。ワンアウト2、3塁から、ピッチャーケース付き。田村、ワンボールワンストライク。見ててみんなで。これスクイズあるっすね。一番カウント的にやりやすいカウントっすね。で、あったところで、本当にスクイズ来て。ファール。バーッと。バッターの上等手段。
ね、ちょっとね、できるところでもできなかった、大げさに転んで、今難しい球でしたっていうね、アピール。わかるよ、気持ち。俺もたまにやる。ね。でもあれは決めなきゃいけない。バーッと。あれぐらい決めないと、そんな真ん中とか来てくれないからね。バット当たるとこで、あれは決めないといけない。で、そこ決めきれず、三振。その後高部もね、三振と。あれ、これちょっと流れ変わるんちゃうかっていうね。この三振でって、見てたら、ね。7回の裏、足立レフト前。で、T 岡田、ここから代打よ。若杉に変えて T 岡田がレフトツーベース、2、3塁。で、ワンアウト2、3塁からまた代打ジョーンズが初球のカーブ、レフト前。ね。で、福田が粘って粘ってして、最後のカーブ、センター前。これもよ。ストレートもこっちばっかり打ってんのよ、ストレート。あ、これも変化球の頭って、もうとにかく、ストレートは反対方向にファールで、空振りしないようにって言ったところでね、最後カーブ、ど真ん中投げて、きっちりセンター前。あれはまっすぐでよかったね。まあでもちょっとハーマン、きつかったね。で、その後ね、ピッチャー東に変わって、ワイルドピッチ。ね。まああれはね、難しい。簡単じゃない。あの、田村もね。簡単じゃないけど、止めなきゃいけない。ね。でも難しい。ね。で、その後、無でね、フォークボールど真ん中来て、まあそれ、ファーストゴロ、吉田武士取って、東、グッピッチ、リリー。これなんとか踏ん張って、これ引き分けかなーっていうところで、9回。マーティンフォアボール。で、ダイソー和田。で、岡バント。ね。で、平野。フィルダー消失。あれ、ちょっとフライ上がったんだよね。フライ上がったから多分平野としてはスタート遅れたんじゃないかっていうところでセカンド投げたら、和田がめちゃくちゃいいスタートと判断でいったんだよね。で、そこでセーフ。フィルダー消失。で、バッター、安田。え、どうすんのかな代打、かきるも、バント。ね。バント失敗だけだったまだしの。1-5-3、ダブルプレイ、バーッ。ねえ、あそこが勝負手だったね。きっちり決めなきゃ、バントね。まあね、安田行ってよかったんちゃうか、なんであそこでバントなんやっていう意見あるけども、まずは決めなきゃね。決めて文句だからね。あそこ決めきれない。んで結局ね、引き分けっていうところで、あ、あと一つね、気になったところが、6回表、バッターマーティン。でね、中村が盗塁するんだけども、紅林がシフトで後ろ下がってて、セカンドに入るのがめっちゃ遅くて入りきれてないんだよね。だから俺、最近シフト見てて本当に、打ったことだけケアしてて、打つ以外のことは全くケアしてないから、この前のね、静岡での日本ハム、ダブルプレーも取れないシフト。で、このシフトも引いてて、中村が盗塁して、紅林がセカンドベースに入れてないんだよね。で、若月投げてめちゃくちゃいい送球だったのに、走り取りみたいなしてセーフになったり。なんかそのシフトによって、打つ以外のこと全部捨ててんのかなっていうね、こうどうなんやろって、めちゃくちゃ思いましたね。あとロッテの二木ね、6回77球、4安打3三振1四球、3失点と。そう、帰るの早すぎちゃうかっていうね。中継ぎもそんなね、めちゃくちゃ万全じゃない。まあ、佐々木ね、千早、松田といい形になって。で、6回77球。しかも打たれたのは、吉田に1本打たれて、で、その後杉本にホームラン打たれるまで打たれなくて、で、そのもう1回杉本打たれる前に、足立かなんかの内野安打あって杉本だから、杉本以外打たれてないんだよね。で、そう考えると、7回行ってもよかったんちゃうか、って、正直思うよね。この球数考えてね。で、しかもそんなそこまでね、ピッチング見てても悪くなかったんでね、ちょっとこれは帰るの早かったかな。まあ、結果論になりますけどね。っていう意見もあります。で、続いて、6月30日、5対0で、オリックス、もう、田島、がペッチ。ね。今年全部の試合見てきて、田島、昨日この30日の試合、一番良かったね。もう腕も触れてるし、力感も全くないし、球走ってるっていう、もう見た感じでストレート速かったもんね。で、7回110球、3安打7三振、2四球無失点と。素晴らしい。で、しかもこれね、若月のリードも光ったね。このストレートにロッテ打線が合ってない、振り遅れてる、見えてないっていうところで、無駄に変化球使わないで、もうまっすぐトントントンってまっすぐね、勝負球にも使って、かなり比重ストレート多かったね。で、その中で変化球をストレート生かすために使って、もう勝負球はもう別に左対左だから無駄にスライダーっていうのを使うことなく、ストレートで攻めていったっていうところは、非常に若月のね、リードも良かったんじゃないのかなと思います。で、その中でね、若月、ね、4回裏、ね、2アウト1、3塁からスライダーをね、スリーランホームラン。これで試合決まったなっていうね。その前の打席がね、1アウト1、3塁で三振してんだよね。しかもスライダー、膝元のね。っていうところで多分田村も意識があっていったところでね、ちょっと高めに浮いて、それを打った瞬間、レフト。グワッツ。攻守にわたって若月。ナイス。ね。副音声でね、BS 順にやらせてもらいましたけど、ね。ヤングムーン。ナイス。ね。若月です。はい。
で、ロッテね、2回表、杉本のね、このライトへのツーベース、マーティンね、中途半端な守備で後ろにやって、なんかこうね、なんだろうねっていうところでね、中途半端な守備で後ろにやって、で、ツーベース。で、そっからね、1失点取られて、で、8回もね、ワンアウトから T 岡田のレフト前ヒットね、レフト菅野ね、高一。なんかちょっとタイミング合ってなかったよね。で、慌てて前出てきて、グラブでも触った触らないかわからないぐらいで高一して、で、結局1失点と。ミスが響きすぎだよね。結局、打てないミスも響くっていうところで、それはちょっと完敗だね。で、オリックスはね、下位打線でもう5得点と、下位打線がね、躍動したかなと。6番ね、T 岡田4打数2安打。で、7番足立4打数3安打1打点。で、8番もやね、3打数3安打1打点。で、若月が4打数1安打3打点、1ホーマーとね、下位打線が素晴らしいいい働きしたなっていうところで、打線の厚みもね、出た試合だったかなと。で、ロッテは逆にね、チーム全体で、3安打と。ね、もう言うことなし。田島の、グッと素晴らしい。ピッチングはね、生きたかなと。まあ、オリックスもね、1勝1分けで、勝ち越して、まあ、25日もね、負けてる試合を追いついたっていうところは、非常にいい戦い。逆にロッテはね、ちょっと厳しい戦いでしたね。ということで、オリックス対ロッテ、1勝1分けで、オリックスの勝ち越しでした。さあ、続いて、楽天対日本ハム。29日5対5で引き分け。そして30日0対3で日本ハム。そして、昨日、1日が、1対2で日本ハム。ということで、日本ハムの2勝1分けで勝ち越しということでね、まあ、日本ハムここからね、頑張っていけば、上がね、ちょっとバタバタしてて、伸び悩んでるんでね、いい感じで A クラスいけるんじゃないですかね。ということで、29日5対5で引き分けということで、楽天ね、鎌田先発ね、4回63球、8安打2三振、1四球、5失点と。まあ、2軍ではね、防御率2点台前半といい形で投げてたんだけども、この1軍に来て、まあね、投球見てたら、まあ球がね、全体的に高く、まあ2軍はね、力で押し切れた可能性はあるけども、1軍ではもっと低く、さらに力強く投げていかないと、ちょっとね、高く甘くってなったところを仕留め切られましたね。まあ緊張もあったかな。まあ次回登板ね、期待したいですね。で、日本バーハイゲン、4回3分の2、96球、7安打6三振、2四球、1デッドボール、5失点。まあ持ち味出したかなと。まあでも5回ぐらいね、フォアボール、デッドボールからピンチを広げて、まあノーアウト満塁になって、まあ小深田レフト前タイムリー。で、鈴木大地きっちりセンターへ抜き犠牲フライ。で、浅村三振取ったけども、島内ね、このうちの胸元のね、インコースまっすぐ、難しい、いいところ投げたんだけどね、まあそこを島内がね、腰の回転でうまくね、引っ張り込んで、あれ腰の回転でね、コンパクトに振ってるからこそ、ライトね、ファールにならなくて、そこをね、タイムリーツーベース、まあ同点っていうところでね、まあ、いい形でね、5点、ね、4点1点と先制してから追いつかれるっていうね、日本ハムとしては、勝てたかなっていうところですけど、楽天はね、よく追いついたかなっていうね、試合でしたね。で、30日、0対3で日本ハム。ね、日本ハム縦の5回81球、3安打3三振、4四球、無失点。ちょっと立ち上がりからね、球が荒れて、ちょっと不安定な投球っていうところで、まあ甘い球も結構あったんですけどね。でもその中、プロ初勝利。グッド。ね。まあちょっと評価は、次回、持ち越しですね。まあでも、まあ前回も多分言ったと思うけども、社会人時代ね、東海理科時代は結構ストレート、スライダーの外の出し入れっていうところがね、メインの投球でしたけども、落ちる球、フォーク、チェンジアップ、いい形でね、使えてて、投球の幅もね、プロに入ってから広がってるっていうところは、期待値がさらに、伸びるんじゃないでしょうか。ね。で、楽天、マー君、ね、7回100球、3安打8三振、3四球1失点。今回もね、援護なく敗戦っていうところでね、まあ2013年の時はね、ここ援護があったりね、あと9回まで投げ切ったりして、今はね、もう9回投げ切らないんでね、まあ年齢もあるかっていうところでね、逆転するまで待てないっていうところでね、まあ今回もいいピッチングだけども、援護なしっていうね、ちょっとついてないね。で、日本もね、勝ちはしたけどっていうところでね、まあ2回表ね、ワンボールのフォアボール、野村ライト前、で、ノーアウト1、3塁になって渡辺はね、ライトへタイムリー。で、ノーアウト2、3塁、こっから行くぞってね、追加点取れたところ、万波三振、石川三振、まあ石井ね、セカンドゴロと、まあ1点止まり、まあマークがね、よく踏ん張ったっていうところはあるけども、ここでポンポーンとね、行けてたらね、もうちょっと楽な試合展開だったかなと思います。そしてね、7回裏ワンアウト3塁ね、石井のセンターフライ、辰巳ホームへね、グッスロー、ナイスローでね、ホームタッチアウト、万波がタッチアウトになりましたけど、あれ万波がね、キャッチャー避けてね、ベース行ったんだよね。あれ万が一を、ちょっとね、ファースト側に逸れて、もうラインの上ぐらいにね、キャッチャーいたんで、あれ避けないで、そのまま突っ込んでいったらどうなったんだろうね。コリジョンなのかな。そう、もうなんか最近コリジョンも、何、基準がよくわかんなくなってきてるから難しいよね。あれそのまま避けないで万波が突っ込んでいったら、ランナーの責任なのか、キャッチャーの責任なのか、コリジョンでセーフなのか、はたまたアウトなのか。あれもう、楽勝でアウトだったら、
あのバンテリンドームのロッテ対中日戦の中村みたいに完璧アウトだったらもうまっすぐ突っ込んでいった方がいいのにね。そしたらコリトン取ってくれるかもわかんない。どうなんだろうねって思ったプレーでした。いや昨日はね、2対1で、日本ハムの勝ちっていうところになりますけども、まあ、岸とね伊藤ね、どちらもクッピッチね。伊藤もね、まあ甘めな球ありましたけど、ストレートとスライダー中心にね、ストライク先行で積極的にね、あの悪コンディションの中、いい形で投げれたっていう。でね、ストレートもスピンが効いててね、こう、プッてね、ホップするような感じで、なんていうんですかね、球速と収束の差が、ちょっと少なそうだなっていうね、バッターからはキレをね、かなり感じたんじゃないのかなっていうピッチングに見えましたね。で楽天騎士もね、もう体重が乗って、左足ぐーっと体重が乗って、躍動感ある、かなりいいピッチングね。まあ変化球も良かったし、ストレートもね、しっかり伸びて、まあね、ちょっとね、変化球打たれたと思ったら、キャッチャーのね、太田もね、ストレートに切り替えて、いい形のね、配球っていうのができたんじゃないのかしらね。で、まああのね、野村のライト前、良かったよね。あのカーブ空振りした後に、もう一球続けてね、そのカーブより若干高めに浮いてきたところ、ライト前っていうね、あのバッティングはね、非常に素晴らしかったかなっていうね、いうところもありますけども、なんと言っても、初回、ライト、カスティーヨ。ライトフライ、バッと。あれでね、三塁打になって、で、近藤にね、まあ1点を、献上するセンター前を打たれるっていうところでね、この1点差っていうところがね、あの、やっぱりフライ、落とす、落球、結局その1点に泣いたなっていうね、ちょっと守備がね、岸を引っ張ったの。逆に日本はね、8回か。8回ね、2アウト2塁から島内がね、ライト前ヒット打って、ライトの近藤がホームにグッスロー、ね。で、キャッチャーの石川もね、いい形で取って、追いタッチにならないように、小深田をタッチっていうね。あれもう回ってくるのはもう絶対回ってくるよね。ツーアウトだったし。しかもね、あの、びしょびしょの、あの、悪コンディションの中でね、ライトの近藤もね、スローイング、送球、コントロール、乱すことなく、素晴らしい送球だったなと。ライトのね、守備力っていうところが、昨日の試合はね、ちょっと勝敗を分けたかなっていうね。まあ、お互いね、両投手、素晴らしいピッチングだっただけにね、もったいなかったんだと。きっちりね、3勝6敗。ね、まあ今回3試合連続失点2で、この前は自責点1とかだったんで、今回はまあ自責点1かな、そう考えるとね、ちょっと今3勝6敗、6勝3敗でもおかしくないようなねピッチングだってね、ちょっと援護もなく足引っ張られたかなという感じ。結果2勝1分けで日本ハムの勝ち越しでした。続いて、ソフトバンク対西武、6月28日2対5で西武。こちら月曜日の試合ということで、月曜日の試合は佐々木チェックしないっていうところでね、2対5で西武の勝ちです。で、30日、9対1でソフトバンク。そして、7月1日、昨日、1対0で西武。西武の2勝1敗の勝ち越しというところでね、もう西武もまた A クラスに、ね、5割復帰。ね、ソフトバンクは5厘に勝っちゃったっていうね、ところになりましたけども、30日、9対1でね、ソフトバンク。まあ、ソフトバンクね、まあ、打順変更で大量得点。ね。で、西武はミスが失点につながるっていうね、テーマでしたけども、ソフトバンクね、初回三森、センター前。で、ここで2番ね、柳田入れたことによって、センター、ツーベース。ね。っていうところでね、こう、いきなりもう2番柳田っていうところがね、初回からいい形のね、打順変更。ね。で、中村ライト前。このライト前もね、ライト高木、ちょっと後ろ下がってからね、出てきた。目測誤ってね、一歩下がったことによって、こう、ポテンヒット。ね。この、目測誤り、痛いですね。で、栗原、ノーアウト一三塁になって、レフト、犠牲フライで行って、まあ、2点先制っていうところでね、まあ、1点で済んだところがね、この2点先制。ね。で、3回裏、ワンアウトからね、栗原、スパンジェンバーグ、ファンブル、バーン、サードエラーで出塁して、明石がね、ライト、ツーベース。で、回三振して、ツーアウト二三塁から、谷川のライト、2点タイムリー。その後、マッチのツーラン。6点目で入って試合決まるっていうのはね、ちょっとミスがね、まあエラーつくつかないありましたけどね、セーブはちょっと守備のミスがね、もう一気に大量得点にね、相手に繋がったかなっていうところでちょっと痛かったですね。で、ソフトバンク東山もね、7回129、8安打5三振、1失球、1失点。まあ全体的にね、立ち上がりが甘め、高めっていうところでね、ちょっと危なかったですけど、まあ尻上がりでね、要所で低めしっかり制球できたっていうところは持ち直したんじゃないですかね。まあこのね、大量得点っていう楽な展開にね、助けられてこのリズムを作っていけたっていうところで、この投打のバランス、チーム、一試合で考えるとね、いい形にまとまったんじゃないですかね。で、昨日、1対0でね、西武の勝ちっていうところで、なんと高橋光成がソフトバンク9連勝っていうところでね、あるんすよ。ロッテで言うと、俺らの時だったら騎士だね。今楽天に行ってる騎士。もう、投げたら勝つみたいなね。
頑張ってんだよ、対策も出てね、でもなかなかねチームとしてねアジャストできないっていうところで高橋光成ね、しっかり勝ち切ったかなと。でもね武田もねよかったね、前回のロッテ戦かな、ちょっとバタバタしてなんか荒れてて危ないなっていう感じだったけども、まあいい形でね投げれてたっていうところで武田も頑張ったんだけども、ちょっとね援護なくっていうね。武田もフォアボール1個だからね、しかも4安打5三振と本当にね自分のリズム感で投げれたなっていうところとね、つもり加山岩崎っていうねリリーフも、岩崎なんて三者三振だからね、しっかり投げ切れた。逆にね高橋光成はね8回投げれたっていうところも大きかったね。113球1安打7三振2四球1失デッドボール無失点とね。でソフトバンク打線を3安打まあ高橋自身はね1安打だからね抑えてて、もうちょっとソフトバンクとしてはねもうお手上げ状態。しかしね、あのスパンチェンバーグがインコースのスライダークランって回ってライトスタンド、あの完璧な1点でベンチ盛り上がって、さあ9回タイラー出てきたっていうところでね、ワンアウトね三森を三振取って、柳田ちょっとカットボールがね真ん中に入ってね、まああの柳田もね打てるっていうところがすごいけどね、内から入れてレフト前で、その後ねダイソー佐藤出てきて、で中村晃レフトね、あのライン上ポテンヒットで佐藤が走りました、サードスライディングセーフ、離れたアウト。まずああいうことが起きる、まず一つスライディングが近いね、あのやっぱ早く行きたいから近いね、近いから結局このベースのところで足で止めれないんだよね、危ないから、止めすぎると危ないから、ジャジャーって上滑ってね、ちょっと浮いてたから本当はここで立って立つっていうのがいいんだけども、滑ってで滑ったら今度反対足の負けてるところで止めなきゃいけないんだけど、それがこっちにずれてるからベースの横通過して、で本当は最後手で止めなきゃいけないんだよね、で手も離しちゃって、でこのこっちの手がスパンジェンバーグと全部絡み合ってて、タッチしてないけどタッチしてるみたいな、もう状況、自分からタッチされに行ってるみたいな状況になって、足も離れてアウトで、リクエストになりましたけども、リクエストになる前にもう佐藤帰ってきてたから、これ絶対アウトだなっていうねところと、審判がねあんな近くで見てたら離れたどうか間違うはずないしね、というところでね、まあリクエストの映像がねもうついてるのかついてないのかも分かんなかったんで、怪しかったっていうか分かんなかったですけどね、だからまあ判定変わらないなと思ってましたけど、あれは痛かったね、あそこで一気にね逆転っていうところありましたけども、まあその後ね栗原をしっかりね平を打ち取ってね、39試合連続無失点記録ガッツね、でこの1点をね守り切って結局セーブ、2勝1敗で勝ち越しでした。さあ続いて阪神対ヤクルトね、29日5対3で阪神、30日2対2で引き分け、そして1日1対6でヤクルトということで1勝1敗1分けという形になって、巨人とヤクルトが、ね、2ゲーム差詰まってきたのかなっていうねところでしたけども、29日5対3でヤクルトね、阪神ね、阪神ワンチャンで連打ものにするね、2回裏ね、大山セカンドゴロ、中野ねピッチャーゴロで2アウトからね、梅野ライト前、青柳レフト前、青柳ピッチャーいいバッティングで、近本がねライトに同点タイムリーで、ツーアウト一三塁になって、糸原がセンタータイムリー、マルテレフトへタイムリーで、サンズツーアウト一塁からセンター前タイムリーで、佐藤ライト前タイムリーね、もう 1,2,3,4 5者連続タイムリーヒットだからね、で打者一巡大山ライトフライ終わり、だから大山で始まって大山で終わるっていうね、で5点で、しかもねこのあのところね見てもらったら分かるんですけど、全員がねコンパクトなスイング、大振りしてしっかりねコンパクトなスイングで、きっちりね仕留めていって、点をね、一気に5得点しきったっていうね。でヤクルトはねまあ連打出ずっていうね、ちょっと追い上げるも届かずっていうね、まあ2回村上のねライトホームランで、4回ねワンアウト2、3塁から中村のね犠牲フライで、8回はピッチャー岩崎から山田がねレフトホームランというところでね計算点、これ連打がね中村のところでポンポンって連打が出てたらねちょっといけてたかもわかんないけども、そのね連打が出つっていうところで、まあホームランとね犠牲フライの3点止まりね、で青柳が7勝目連敗ストップ、青柳ガッツね、この雨の梅雨空の中雨が降らなかったよかったねね。で30日2対2の引き分けっていうところで、ヤクルトね高梨6回93球5安打7三振2四球1失点と、まあストレートねしっかり強く、フォークがね常に低めに決まったっていうところでね、あのしっかりとしたピッチングできたんじゃないですかね。しかしよ3回表ね、元山ライト前高梨バント失敗バーね、でワンアウト1、2から塩見がセンター前で、ワンアウト1、2から青木があるショートフライ、山田がライトフライっていうところでね、こう帽子バンドしてたら点取れたのにね、このピッチャーもちゃんとやんないと自分の勝ち星がね、ついてこないからね。でしかも4回表、ワンアウト満塁、高梨。
ね、結構生きただね、頑張っていこうとね、する姿は見せたけども、ピッチャーゴロ、1-2-3ダブルプレー、そこだけ外そう。そこだけ外したらいけてたところをね、ここが痛かったね、この2回のところがね。で、阪神ね、少ないチャンスをなんとかものにして同点っていうね。まあ、初回ね、近本がセンター前。で、糸原センターフライで、で、近本ね、ここで盗塁。ね、バント離脱。こういったところでね、足がある1番っていうのはね、2番が無理にバントしなくても盗塁でいけるっていうところはね、非常にいい。ね、形でないでしょうかね。で、ワンアウト二塁になって、マルテがね、センター、ツーベース、一打点。ね、こういったところでね、いい形でね、先制していくんだけども、なかなかね、その後点が続かずね。で、8回ワンアウトからマルテがね、サード、ファウルフライ、歩きを終えていって、守備固め、落球、バーッと取らなきゃ。あれはね、難しくても取らなきゃ。で、その後、同点、ホームラン、グーッと。だからマルテの二打点だね。まあ、こういったところね、このあや、勝負のね、っていうところで、やっぱミスは許されないんだよね。で、およか、ね、ワンダウト二塁からね、交代して、7回にワンダウト二塁からね、アルカンタルと交代して、およか、ね。で、青木、三振、ね。で、山田ライトフライ、グッと。素晴らしいピッチングと素晴らしいね、制球力、球、投げてる。ね、非常に素晴らしいピッチングだったかな。これね、そのうち先発、ひょっとしたらあるんじゃないのか。まあ今ちょっと中継ぎはね、岩崎ホームラン打たれたり、ちょっとね、バタバタしてるんで、まあ大事な戦力ですけども、ひょっとしたらね、そのうち先発あるんじゃないのかな。っていうか、先発みたいなっていうようなね、ピッチング内容に見えましたね。そして昨日、ね、1対6でね、ヤクルトっていう形で、まあ、ガンケル、奥川、両先発頑張ってね、ガンケルももう、ツーシーム系、外から入れる、内から曲げるね、右にも左にも、本当にね、なかなか、しかも、結構ね、映像だけだと分かりづらいんだけども、球持ちいいと思うんだよね。だからバッターが、すごい、この圧迫感っていうか、この前で出て投げてるっていうね、この近さを、この 18.44 がさらに近くなるような感覚を多分覚えてると思うんだよね。で、そこで、やっぱタイミング取りづらかったり、詰まったりね、するっていうところで、まあ非常に素晴らしいピッチングでね、まあ、7回100球4安打、2桁奪三振、無四球1失点。ね、非常に完璧なピッチング。ね、でも対してね、奥川もね、7回87球、4安打6三振、1失点とね、非常に素晴らしいね、もうストレートもコントロール良かったですし、変化球も、非常にコントロール良かったっていう、なんか投げるたびに良くなってきてるんちゃうかっていうね、さらにね、もうちょっと球数もどんどん増えていくだろうし、まあこっからね、一気にっていうね、後半戦、さらに期待できるピッチングっていうところで、まあ、非常にいいね、形のピッチングだったんじゃないですかね。で、まあ、なかなかね、点取れず、阪神はね、6回、梅野のね、ちょっと抜けてきた球をね、パッ引っ張り込んで、ホームラン。で、あ、このまま1対0でいくんかなって言ったところでね、7回表、山田がね、ライト、一番ね、一番狭くなってるところにね、ファール切れないでね、入れて、同点と。で、最後9回ね、スワレス出てきて、あー、これはもう引き分けなのかなっていうところでね、まあ、ワンアウトを取って山田がセンター前。で、村上のね、ショートゴロ。ここでダブルプレー取れずっていうところが痛かったね。だからここでね、シフト引いてて、セカンドがね、後ろ目に守ってたんだよね。いや、村上のために。それが、ショートゴロ、そのね、セカンドに入りきれず、入るのが遅くなって、そこから2ステップ、3ステップして投げて、その間ね、村上もよかった。ね。で、ゲッツーならずっていうところで、シフトを引いて、内野ゴロゲッツー取られへんって、どうなんやろうっていうね。あれゲッツーだったら終わってたし、ゲッツーのプレーだったけどね。そのちょっとね、深めに守ってる守備位置のせいで、セカンドね、ベース入るのが遅れて、ね。で、ランナー、残って、オスナがセンター前。で、ここでね、代打川端フォアボール。で、宮本が、くるっと回って、インコースくるっと回って、あれよね、打ち方詰まって最高だね。結果としては。で、それでね、タイムリーになって、で、その後ね、ピッチャーも変わって、ポンポンポンとね、5点っていうところで、まあ一気にね、まあスワレスもね、こんな時もあります。ずっとね、勝てないっていうところで、まあ仕方ないのかなっていうところもありますけども、まあ宮本ね、グッとね、非常に粘り強い。あとやっぱりキーポイントはね、ショートゴロを、やっぱりセカンドが入るの遅れて、ダブルプレー取れなくて、残ったことによっての逆転だから、これね、映像見える方、ぜひ見てください。かなりね、ポンポンと遅くなってるんで、取ってからもう、もうバタバタ入ってるんで、ワンステップしてから投げてね、間一髪セーフになってるんでね、ここちょっとね、見てみてください。ダブルプレー取れるか取れないかがね、結構大きな、違いになったんじゃないですかね。で、結果ね、1勝1敗、1分けでした。続いて、巨人対広島。29日、11対8で巨人。30日、1対0で広島。そして1日、10対4で巨人。巨人の2勝1敗で勝ち越し、ね、なりましたけれども、まあ、29日ね、11対8。広島ね、大瀬良。3回58球、6安打2三振、1失球。ね、1デッドボール6失点。ね。
ちょっと下半身コンディション不良でね、で、まあ抹消されて、まだ調整不足なんかな、なんか体重はね、乗ってないんだよね。で、踏み込みも、浅く、ちょっと力強さなく、なんかこれね、グッてくるやつがないんだよね。ふわってなって、ちょっと上体浮く感じ。で、でもそれでも投げなきゃいけないから、上体だけ力んで、ダーンって投げて、ちょっとね、下半身と上半身のちょっと連動がなくね、ちょっとまだなんか不安があるのか、ちょっと調整しきれず、フォームのバランスが悪いのか、ちょっとなんか気になるね、そこら辺の下半身のコンディションっていうところがね。で、まあ一気にね、6失点っていうところで、ちょっとこれは痛かったですね。あとはやっぱ大瀬良ね、やっぱ大瀬良森下っていう日本柱がしっかり勝っていかないとなかなか広島もね、きついよね。で、巨人、サンチェス、2回3分の1、52球、6安打、1三振、2四球、4失点ね。ちょっとストライク、甘め、ね。行って、こう外国人によくある傾向ね。いい時はどんどん腕振って力強く投げてくるんだけども、若干不安があったり、制球バタつくと、ストライクに甘めに簡単に取りに行くんだよね。よくあるパターンでね。で、そこをね、広島打線が見逃さず、ね、連打っていうね。で、あとね、守備のミスも大きかったね、ジャイアンツね。2回表で林がフォアボール。で、アメロね、セカンドゴロ、北村バー。ね。まあ、一塁ランナーね、セカンドゴロでファーストランナー、一塁ランナー追い込んで、さっきファーストに投げて、あとですね、セカンドに投げてダブルプレー狙ったのを、追い込むまでは良かったけど、投げた球が高騰して、ウィーラーがちょっとジャンプ気味に取って体勢崩して、セカンドにも投げれず、オールセーフっていうね。で、その後、野間がライト前ヒット。で、ノーアウト満塁になって、大瀬良のね、ポテンヒット。ね、ライトへ。で、まあ、セカンド、記録上はセカンド内野安打だけどね。で、菊池、543ダブルプレーでね、ここで、お、切れたかなと思ったら西川のね、セカンド内野安打。まあ、これエラーみたいなもんだけどね、北村足切って、ポローン、ちょでね、これパーって、その後ね、入られちゃいます。まあ、これは仕方ないかな。ね。で、巨人岡本ね、ライトへホームラン。で、レフト前ヒット。ほんで、フォアボール、デッドボールで、左中間ね、ホームランっていうところでね、このバッティングっていうところ、この結果をね、ちょっと解説するとですね、まあ大瀬良もそうだったんだけど、広島バッテリーね、ちょっとね、インコース、攻めてるんだけども、ストライクゾーンで攻めれてないんだよね。だからボールばっかり。で、結局、外に行くしかなくて、その外をね、いい球投げてんだよ。このライトにホームランも外スライダーいいとこ投げてんだけども、そこをね、しっかり簡単に打たれるっていうところでね、で、3打席目、4打席目、もう打たれたから行こうって言って、インコース攻め切るんだけども、フォアボール、デッドボールで結局全体的に攻め切れず、でちょっとね、後手踏んで打たれたら打ちっていうね、ちょっと後手踏んだっていうところがこの岡本にね、いいようにやられたかなと。だから打ち攻めるのもいいけど、やっぱりストライクゾーンを攻めないと、やっぱ意味ないんだよね。だってバッターでも、あ、うちインコース来ないからね、来るけど、インコース来てもボールば、ダメだばっかりだから、気にしなくてもいいからずっと外見とこうって思っちゃう。やっぱインコースとか気にするってことは、やっぱストライクだから、それを対応しなきゃいけない。集まるから前にちょっとポイント出さなきゃとか、いや、集まるん嫌やなって思わせることによって、外が攻めやすくなるんだよね。だからこれいくらボール行ったところで、インコースボールしか来ないからねってバッター思われてると、何の意識にも、投げてんのに意識にも何も相手にも影響を与えないっていうところで、やっぱ打たれる可能性はあるけども、ストライクにしっかり投げなきゃいけないんだよね。そういったところがね、この岡本の打撃爆発をね、ちょっと生んでしまったかなっていうところですよね。で、30日、ね、0対1で広島っていうところで山口、8回114球、1安打13振、1、フォアボール、1デッドボール。で、1失点。ね。7回3分の1まで、ノーノー。ね。グッピッチング。しかし、そこ、野間がね、ホームラン、ライトへ。ワンボール、ツーストライクからインコースでなったのがね、シュート回転して、ど真ん中に入っていって、それをね、見逃さず、その1点で負ける。まあ、仕方ないね。もうね。で、まあ、逆にね、広島の栗、ね。7回3分の2、124球、6安打1四球、6安打1三振。で、3四球、無失点とね。で、動く球をね、投げながら、で、とにかくね、右のアウトコースっていうところが、非常に制球力良かったなっていうところでね、いい形のこのインコースがね、使えることによってまた外。ここがね、この、昨日の大瀬良がやらなきゃいけないことを、これ、クリができているっていうね。そこをやっぱ無失点で抑えれるっていうところが、やっぱそこの違いよ。インコースをストライク投げれてからの外なのか、投げれなくての外なのか。このね、ちょっとの違いが大きい。ね。ここをしっかりね、でもな、次の試合でしっかりね、クリがね、できてるっていうところでもね、キャッチャー陣ちょっとね、広島もコロコロね、選手がいろいろ選手出たり変わるけども、そういったところ人が出てる時もね、勉強しながら、ピッチャーもね、それを見ながら自分でね、活かしていかなきゃいけないですよね。で、巨人はね、初回、ツーアウト一三塁ね、一塁ランナー岡本、三塁ランナー松原ね、これダブルスチール、ね、本塁アウト、ショートの小園、よく投げたね。アウトにしたのも大きかったね。でもキャッチャーのね、磯村がね、ベースをまたいで、膝ついてたんだよね。で、スライディングしたとこをね、膝がね、パッと浮いてね、で、ベースが空いて、そこ、アウトになったんだけども、あれ、もし、中村みたいに突っ込んでいってたら、あれ、コリジョンになったのかな？あれ、大丈夫なのかな？またいでたからいいのかな？
膝ついてなかった、ついてたけど上げたからいいのかな、あれ見ててすごい、あ、これは突っ込んでいったらどうだったんだろうね、大丈夫なのかな、またいてるけど膝最初隠してたけど滑り込む前にちょこっと上に上がったからいいのかな、これどうなんやろな。もうあのね、名古屋のロッテ対中日戦見てからどこまでがセーフでどこまでがダメなのかの、ね、確認に必死、審判の人に聞きたいぐらい、あの映像見ながら、皆さんもこの試合のね、そのピコンって上がるの、磯村と菱田がちょっとこれ見てください、ね、あのまま突っ込んでいったらどうだったのかっていうね、まあ結局ねアウト、小園ね、ちょっと無理な体勢からだったけどホームにグッソね、で結果ね1対0、まあ、これは仕方ないね、どちらも好ゲーム、ナイスゲーム、で昨日ね、10対4で、巨人というところで、もう菅野ね、ちょっと菅野きついかな、もうあの映像で見ててもやっぱりもう速そうじゃないもんね、ストレートがね、もうなんか遅そうで、しかも制球もね、あの西川にホームラン打たれたのも鈴木誠也にホームラン打たれたのも全部逆球だから制球もついてないし、あのスピードの乗りもないし、ホームに躍動感もないし、ちょっときついよね全体的に。でもここで問題よ、ちょっと試合の評論じゃなくなるんだけども、まあ、今侍ジャパンに選ばれてて北京代表だよね、で中川とか相澤とか怪我したから辞退します、分かった仕方ないね、あの応援してくれ、こう分かるっすよね、怪我してないのに不調だから辞退します、分かった OK、 それは違うんじゃん、それは俺はダメなんちゃうかって思うんだけども、そう、え、それなんでって思う人いるかもかですけど、まあ不調やから辞退します、気持ち分かる、でも選ぶ方は今は不調でも大会までに改善するって思ってるから選んでるわけで、で選ばれた方も改善できると思ってるから行けますって言っただけで、調子が悪いのをお互い分かってて、うんって言って、でやっぱり調子悪いんでやめます、じゃあ OK やめてくれ、仕方ないな、まあこれ賛否両論あるよ、いろんな意見ある、そりゃそうやろ意見、それはもう最もです、でも俺は、それ分かってて選んでのに、その相手から調子悪いんで辞退します、分かった OK、 え、じゃあなんで最初から選んだのって思うわけよ、怪我なら仕方ないけど調子悪いから辞退しますね、なんかあの上原さんのコラムでどっかで書いてて、星野さんがね、調子悪いから辞退します、俺はお前と信じないやね、まあ結果4位だからね、それダメだったんじゃないのって言われたら、まあ反論できないんだけどね、だからここむ難しい問題だよね、何がいいのか悪いのか分かんなきゃいけど、調子悪いから辞退します、 OK、 じゃあ辞退してくれ、いやなんか違うんちゃうかって俺は思っちゃうんだよね、まあでもどうなるか分かんないよ、こっからねまだあと1ヶ月あるんで調子上げてくるかも分かんないしね、どうなるか分かんないんでね、まあ何とも言えないですけど、まあ菅野にはね、なんとか頑張ってもらわないとね、まあ日の丸っていうところもあるし、あとジャイアンツがね、ここからね優勝するためにやっぱ菅野の力が必要なんでね、でもちょっと昨日のピッチングはね悔かったね、まあ広島としてはね、このもう3回で4対0、おこっから行くかっていうところでね、3回裏松原のねこのツーランホームラン、こっから一気にね流れが変わって、まあ、4回裏はねもうフォアボールフォアボールから北村、あ北村ね初戦でミスあったけど守備一塁間のねスライディングキャッチとか打ってもねこう切り替えてできてるっていうところは、ね、そういうところ大事、ミスは誰でもするからね、その時にバットは誰でも言われる、でもねその後グッとなるかどうかが大事だからね、そうしっかりねこのカード内でできてるっていうことは非常に素晴らしかったなと、でねトンネルに変わって代打広岡、これもいい当たりで打ってね、で大城がきっちりバンドを決めて、でまた松原ね、でここの坂倉フィルダーチョイス行ってね、でウィーラーホームラン、痛いよねこういったところ、ちょっとずつのミスがね、であと牽制でアウトになったり、だから広島はねこのね、うん、なんていうんだろうね、ヒット打ってんだよ、ヒット打ってんだけど得点できない、でもねでちょっと失点も多いね、でピッチャーちょっと防御率、こういったところちゃんとチームとしてやっぱね、個々の選手はだってオリンピックも選ばれて、佐々木ジャパンにもめっちゃ選ばれて、個々の選手の能力はあるんだから、もうちょっとチームでまとめてやんないと、去年のオリックス状態でね、チームの規律がちょっと薄いのかな、だからそういったところをちゃんとやっていかないと、あのいい選手がいるのに勝てない、でもオリックス見て、まあね、個々の選手は良くて、だから去年も言ってたはず、佐々木智也の総チェックでね、個々の選手の能力高いんだけども、チームとしての規律とかチームとしてのルールとかやらなきゃいけないことが全く組織としてできてないから弱いって言ってね、だからそれが今カープなのかな、だからここの能力が高いんだから、だから結局今年オリックスね、まあ、こんなこと言ったらあれなんだけど、監督が変わって、ね、やり方変わって、使う選手も変わって、そしたらね今1位ね、だからそこら辺もうちょっと変わったらね、ここから挽回できると思うんで、ね、
まだ A クラスチャンスあると思うんで、そこら辺ちょっと変えていかないと、いい選手いるだけにね、なんかもったいないよね。しっかり打ってっていうね、ところでも。だからまあ、あとは先発がね、ちょっと頑張んなきゃいけないっていうんでね、まあ、大瀬良含めて、初先発投手陣の踏ん張りっていうところにもね、まあ、期待したいなっていうところはありますけども、まあ、ここをね、しっかりどうなっていくのか。まあ、10対4でね、巨人の勝ち。ね、巨人が2勝1敗で勝ち越しでした。さあ、ということでね、まあ、今日から新しいカード、DeNA 巨人、そして中日ヤクルト、広島阪神、西武オリックス、ロッテ楽天、そしてソフトバンク、日本ハム。まあ、今日はね、ソフトバンク、日本ハムが試合ないんでね、那覇に移動というところで。でもね、梅雨で大雨です。今日も東京、大雨です。週末も天気悪そう。ね、ここで、全チームに向けて、申し送り事項いきます。雨の対策、気をつけて。その代わり、沖縄はもう梅雨明けしたらしいので、思いっきり頑張ってください。調子いい人、調子悪い人、どんな週末待ってるのか。皆さんもね、ちょっと雨が多いんでね、気をつけて、生活してください。今週末のプロ野球、要チェック。雨で中止もあるかも。